どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友クレジットカードで投資信託を購入するとですね、還元がね受けられるようになるということで、こちらの解説ですねやっていきたいと思います。こちらはですね、 SBI 証券で投資信託をですね、三井住友クレジットカードで決済することができてですね、またねその還元が受けられるようになるということで、2021年の6月30日からねこちら購入可能になるわけなんですけども、ポイント還元がね受けられるということで、こちらね三井住友クレジットカードということはですね、 ANA クレジットカードの Visa マスターカードであればですね、三井住友クレジットカードがね発行しているっていう風になりますんで、ANA マイルね貯めることができるっていう形になってるんですよね。まあ、もちろんですね、三井住友カードのプロパーのねクレジットカードもですね、ANA マイルをね貯めることができるわけなんですけども、どちらにしてもですね、ANA マイルはね貯めることができるって言った形になってるんですよね。またですね、ANA の方でプレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021っていうのがね行われておりますよね。でこちらでですね、決済額のハードルがねあるわけなんですけども、こちらね狙っている方はですね、投資信託を購入することで決済額のハードルをですね、一部にはなるわけなんですけども利用することがねできるっていった形になっておりますので、結構ねお得ではないのかなというふうに思っておりますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずですね、 SBI 証券で三井住友クレジットカードでですね、投資信託がね購入ねできるわけなんですけども、2021年の6月30日からねこちら購入可能ということで、まだね1ヶ月以上ね先っていう風になるんですよね。ですのでまだねこちら始まっておりませんので、この点をね覚えておいてください。で購入自体はですね、 SBI 証券で行うっていう風になりますんで、こちら利用されたい方はですね、 SBI 証券の証券口座はですね必要っていった形になりますので、利用される方はですね、まだね5月の末ということで、これからね口座開設してもですね十分ね間に合うかなっていうふうに思いますので、今のうちにですね口座開設ねしといた方がいいのかなっていうふうに思います。でですね、投資信託をクレジットカード決済でね購入することができるということで、こちらねメリットはね公式サイトの方にこんな感じでね書いてありまして、まずね三井住友クレジットカード決済ということで V ポイントがね貯まるっていった形になっておりまして、2つ目はですね、100円からねこの投資信託が購入することができるということで、気軽にね始められるのかなっていうふうに思いますよね。3つ目はですね、積み立て NISA にもですね対応しているっていう感じになるんですよね。私もですね、投資自体はですねやっていることはやっているんですけども、現金で購入したりとかですね基本やってないんですよね。もう本当にね基本的にはポイントで、ポイント投資ってありますよね。まあ永久不滅ポイントであればですね、ポイント運用っていうことで、こちらね投資信託が購入することができますので、ほとんどねそっちでやっておりますので、証券口座で投資信託をね購入っていうのはですね、私はねやってないっていうふうになってるんですよね。まあお得なのはね分かっているわけなんですけども、まだね手を出していないっていう感じになるんですよね。でですね、やはり注目点としてはですね、こちら投資信託をクレジットカード決済できるということで、ポイントがね貯まるっていう風になるわけなんですよね。こちらですね、基本還元率が 0.5% っていう風にはなるわけなんですけども、投資信託をね購入することができてポイントが貯まるということで、まあ、かなりねお得なのではないのかなっていう風に思いますよね。それでは次にですね、利用できるねクレジットカードなんですけども、三井住友カードのねプロパーと呼ばれているこちらね、三井住友カードのナンバーレスのねクレジットカードなんですけども、こちらもねもちろん利用することができて V ポイントは貯まります。またですね、提携カードである ANA のクレジットカードね、 Visa マスターに関しては三井住友クレジットカードがですね発行しているっていう風になりますので、こちらね利用することができてポイントはね貯まるっていった形になります。で提携カードの中にはですね、 Visa LINE Pay クレジットカードであったり、アマゾンクレジットカードであったり、king.com クレジットカードとかね、まあ、結構ね三井住友カードって提携カードがね多いわけなんですけども、独自ポイントが貯まるクレジットカードありますよね。こちらに関してはですね、利用することは
できるわけなんですけども、ポイント還元がね受けられないっていう風になりますんで、あくまでですねこの SBI 証券で三井住友クレジットカード決済でポイントが貯まるというのはですね、 V ポイントが貯まるクレジットカードでないとですねポイント還元がされないっていう風になりますんで、利用予定の方はですね特にね注意していただきたいなって思います。せっかくねポイント還元ねもらえると思ってですねクレジットカード決済したらですねポイントねもらえないクレジットカードであればですねちょっとねもったいないかなっていう風に思いますので、 V ポイントがね貯まるクレジットカードですね利用していただければなと思います。それでは次にですね貯まるポイントについてなんですけども、投資信託をですね対象カードでクレジットカード決済するとですねポイントがもらえるということで、200円決済につき 1V ポイントはね貯まるっていった形になっておりまして、 0.5% 還元が受けられるっていった形になります。 ANA のねクレジットカードっていうのは V ポイントがね貯まるわけなんですけども、1ポイントね1マイルで交換できたり、上位カードだったらですね1ポイントね3マイルでね交換することができたりねするっていった感じになるわけなんですけども、こちらはですね ANA マイルのね移行可能ポイントっていうポイントなんですよね。でこの投資信託のですね購入で貯まるポイントについてはですね通常ポイントっていう風になりますんで、 ANA のねクレジットカード保有されている方は1ポイント 0.6 マイルっていう風になりますし、 ANA カードをね保有されてない方はですね1ポイント 0.5 マイルにね交換することができます。それでは次にですねこちら購入開始をですね記念してですねスタートダッシュキャンペーンっていうのが行われるんですよね。こちら合計 1.5% 還元になるということで、結構ねお得なのではないのかなというふうに思っておりまして、期間がですね2021年の6月30日から2021年12月10日までっていう風になっておりまして、もともとですねこの投資信託を三井住友クレジットカードで決済するとですね 0.5% 還元っていう風になるわけなんですけども、このスタートダッシュキャンペーンですねプラス 1% 還元っていう風になりますので、合計ね 1.5% 還元がね受けられるっていった形になるんですよね。それでは次に購入上限に関してなんですけども、一月ね5万円まで最大6回分の買い付けまでですねこちら 1.5% 還元がね受けられるっていう風になるんですよね。ということなんでこちらね 1.5% 還元という風になりますので、 4500V ポイントがね獲得することができるわけなんですよね。投資信託をね購入しているにもかかわらずですね、この 4,500 円分の V ポイントをね獲得することができるということで、かなりお得ですよね。まあもちろんねこちらの V ポイントはですね ANA 前にね交換することができますので、三井住友クレジットカードしかね保有されてない方は2250マイルっていう風になりまして、 ANA のねクレジットカード保有されている方はですね2700マイルにね交換することができるっていった形になるんですよね。いかがだったでしょうか。今回ですね SBI 証券で三井住友クレジットカードで投資信託がね購入できるようになりまして、さらにね還元が受けられるということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、 ANA のねクレジットカードで決済できて、またポイント還元も受けられて、またね ANA のプラチナステータスチャレンジもですね決済額ね積み上げることもできるっていった形になっておりますんで、普通にね ANA マイルをね貯められている方もねまあいいのではないのかなっていうふうに思いますし、プレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021にね参戦されている方で決済額ですねどうしようかってね考えられている方はですねかなりねいいのではないのかなっていうふうに思います。またですね冒頭にもね言ったんですけども、この三井住友クレジットカードで投資信託をね購入するにはですね SBI 証券の口座開設がですね必須っていうふうになりますんで、この機会にですね始めてみようという方はですね、この SBI 証券の口座開設っていうのはおそらくねこの6月30日にクレジットカード決済でね投資信託購入できるようになるということだと思うんですけども、 SBI 証券の口座開設のですねポイントサイトの案件っていうのはですね今ねすごいポイント高くなってるんですよね。ポイントサイトポイントインカムでですね 12,700 円分のねポイントがもらえる
案件がね出ているんですよね。これかなりすごいですよね。おそらくね投資信託購入される方が口座開設ねされる方多いと思うわけなんですけども、まあねこのポイントサイトの案件だけでもですね取引いらないでただ単にですね SBI 証券の口座開設するだけで1万2700円分ねもらえるっていう風になりますんでかなりすごいですよね。まあ私とかですね私の妻もこの SBI 証券の口座ってね保有しているわけなんですけども、私が口座開設した時はまだねポイントサイトの案件ありませんでしたし、妻の時もですねおそらく1000円とか2000円とかねそういうレベルだったんですよね。口座開設するだけでねこのポイントがもらえるということでハードルもかなり低いっていった形になりますので、個人的にはですねこの投資信託自体もですねいいかなと思うんですけども、この SBI 証券の口座開設のね案件だけでもですねぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思いますね。このもらったポイントをですね東急ルートで ANA 参りに交換していただければですね 9525ANA 参りにですね交換することもできるっていう形になっておりますんで、かなりねおすすめっていった形になります。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA 周り、JAL 周り、お得情報、クレジットカード、マリオットモンバホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。